もうね、6時半ですよ、これ。だから、すごいね、今日10時間、まあ、オーバークックやったり、ファミコンやったりしましたけど、その合間にゲームニュースがすげえ更新されてたんで、そっちも見ていこうっつうので、で、これこれ見たかったんやって、大発明続々ラボ作品コンテスト結果発表全然大発明してないんですけど、銀賞をもらってしまいましたん、ね、で、こっから行きたいと思いますけど、おーネットで見てたけど、26日って今日 あ、やっぱ今日、ちょっと遅かったんですね、スイッチ側に出てくるの。あー、すげえ。このね、大人のやつは凄す,すぎて、前も話したけど、この藤子、藤子さんのやつが俺はめっちゃすごく好きですね。で、子供のやつはまあ、僕のやつが好きですね。僕のやつが好き、ここには乗ってないんや。コメントがこんなところに乗るなんてすごくないでも俺の乗ってない。銀賞は乗らないんやね。ここが銀賞と金賞の違いですわ。 でかいね、声が。あの、トイレットペーパーが好きです、僕は、小学生部門では。ここには載ってないんか、スイッチ上に乗ったらちょっと嬉しかったね。ああでも、13位以内に入ったんで、これはもうほんと奇跡ですよ。だって、何も大した発明じゃないんでね。まあ、でも小学生にしては大した発明かもしれん。えー、藤子さんのやつが僕はおすすめなんで、皆さん見てください。えっと、あとは、 このトイレットペーパーのやつが好きなんですよね。僕多分のお父さんかお母さんはワリオファンやと思うんですよね。ちょっとこの一般部門の藤子さんのコメント、ルイジマンションを現実の家の中で,できたらいいなと思いません。普通の人は。思いません。そんなことは。すげえなと思います。しかもこれすごい。100円ショップにあるのに、めっちゃすごいと思うんですよね。プログラムが。あと、誰一人やってない発想やから。多分作り方として。 見てください。ネットの方でも見た人もいるんじゃないですかね。ちなみに僕のやつもネットに載ってるんですけど、銀賞で探してもらいたいんですけど、あのー、それによって200ぐらいビューが増えましたね、YouTube の。ありがとうございます。これを見た人はまたビュー増やって、あのー、お願いします。えー、っと、トイレットペーパーゲームは、トイレットペーパー20秒で巻き落と長さを競うゲームを作りましたっていう発想もこれないね。 こんなことさ、普通自由研究だったら怒られるからね、学校では。これが褒めて、いいね褒めてくれるのが任天堂ラボでした。すげえ。で、テレサのやつ、これもね、テレサの衣装はどうでもいい、あ、どうでもよくないけど、この衣装を手に入れるのは新しいバージョンのやつだったんですよね。あの、協力ミッションっていうのが増えたんですよね。で、増えた上にイベントなんで、 何て、までってあの、9時までって決まってるっていうね、10 11日のね、そういう風なものが増えてるんですよね。だから今日、今日ちなみに、先ほどの動画では、任天堂スイッチオンラインの対戦をしましたけど、なんかいろんなも、それもね、今日までが無料なんで、いろんなものがね、期間限定で出てるんだな、今。忙しいな、任天堂も。頭痛い。えっと、友達と曲のゲームを作り上げ。えいいわ。 あれもうこれ上か。うーん。なんやろうな。あと、アンダーテイルが出たんで、アンダーテイルのプレステの動画が俺めっちゃ、あ日本ゲーム大賞書いてあるっめっちゃ動画が再生回数増えてて、なんかありがとうコメントってきて、こありがとうコメント来てくれててありがとう。日本ゲーム大賞来てる、もうそんな時期か。なんでかっていうと、俺、春ぐらいに、俺もブログもやってるんですけど、俺もじゃないわ。俺ブログもやってるんですけど、 えっと、これに投票してみたよ。で、過去の作品どんなやったのっていうのを、あの、やったんですよ、ブログで。で、投票ってできたんですよ、誰でも。で、俺、オーバークックに投票したんですよね。オーバークックって、2016年のゲームかな、多分。なんですけど、スイッチに出たのは去年やって、去年どのやつを投票できたんですよね。確かそれで俺、アンダーテイルールなやっぱり。え、え 最、あ、優秀賞アンダーテールなんや。で、それがちょうどニンテンドスイッチに来たら、これはもうボロ負けですわ。あんで、スプラトゥーンなんや。んなるほど。ええっと、最、あ、ちゃうちゃう、優秀賞が世界中で大ヒットしたインディーやろこれ、インディーゲーム賞、あのね、ずっと僕20年間ぐらいあったかな、追っかけないけど、すごい賞が入れ替わってて、インディーズだけでのくくりみたいなのもあったりとか、いろんな時代があったみたいなんですけど、 これ優秀賞にさ、アンダーテイルがすこんなビッグタイトルと並んでるとやっぱすごいよね。で、え、行こう楽園へ。マリオ、世界の旅へ。こんな一言で行くやん。こういう感じで行くやん。ルイージマンションを作りたかった。と思い。みたいなので行くんやね。そうですか。んフォートナイトバトルロワイ,イヤル。そんなあろうやん。んー、知らん。ゼルダもこれ今年なんやね。すっごい。 これい、グローバル賞。何の賞かよくわかんないですけど、日本作品部門グローバル賞。よくわかんないですよね。優秀賞がそもそもいっぱいありすぎやし、ニンテンドすご取りすぎじゃないこれ。これニンテンドのスイッチの中で、これニンテンドのしか出てねんけスイッチに出てるやつしか出てねんけもしかして。どういう感じになってるやろそこらへん。わかんないけど、オーバークック入ってね。入ってねえわ。で、これを知らんね、これ。ゴロ、ゴアって。 知ってんのこれグーグルみたいに見えるけどこれちょっと見てみましょうかこれ知らんわ俺ゼノブレードはねワンとーやったけどクロスロードクロスロードってやったやわクロスロードってミスチルのデビュー曲やデビュー曲じゃねえはあ知ってるわロこれ面白そうやったけどめめ 4枚の絵を組み合わせながら新しいなこういうパズルなさっき俺あのクッキーみたいなのやったんけどよしのあんな落ちゲ芸としてちょっとずつ変えてった感じやけどこれはちょっと新しいもんねはいはいはいこれを見たことありますこれはこれが何に入ってんですかゲームデザイナーズ対象に入ってるんですねだからこっからみんな買ってやろうぜっていうゼノブレードはあのクロスロードじゃないクロスでちょっと嫌になっちゃったっていうのがあるんですよあれクロス良くなくない よくなくなくないということで今のゲームニュースはこんなもんかなちょっと短めのゲームニュースになりましたけどもねよろしくお願いします。